はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、いつもより少し緩めにお送りしようと思っているんですけれども、カフェ風照明のお話でございます。いや、わかるよみんなが言いたいことはよくわかってる。お前はカズマックスだろうと、コーヒーワールドのカズマックスさんなんだろうと、だったらコーヒー動画をあげろと今年入ってからお前まともにコーヒー動画上げてなくないと。わかるわかる、僕もわかってる。だけど、まあ、僕にとってやっぱりカフェ風照明ってさっき言いましたけど、照明もコーヒーを楽しむための一つの要素なんですよ。よくまあカフェに行ったりするとおしゃれな照明吊るしてあるじゃないですか。まあ、それの代表格が、まあ、これですよね。はい、これね、これペンダントライト、よく見たことありませんか？大体ね、僕おしゃんなカフェ行くとね、大体どこ行っても吊るしてあんのよ。アバウトアスさんもおカフェさんもどこ行っても本当にね、京都行って特にいろんなカフェ回って、特にすごく今流行りのとか、サードウェーブとかオシャルドマックスみたいなすごいカフェに行くと大体本当にね吊るしてあるのよ。いくつもいくつもポンポンポンみたいな。でしかもその色味がすごく温かいんですよね。だいたい暖色系のやつを使っていて、まあ、間接照明ってよくあるじゃないですか。僕もすごく大好きで、もともとね白い光が僕苦手なんですね。青白い系の蛍光灯みたいな光が苦手で、うちでよくこういうのとかねよく使ってるんですよ。もともとやっぱりこういう温かい光って心を癒してくれるし、こう安らげる落ち着ける色だから、まあ、いろんなカフェとかに導入されていて、やっぱ安らぎのカフェ空間、コーヒーを美味しく優しくこう楽しんでね、過ごせる空間、そのために使われてると思うんですよ。まあ、それ以外で言うと本当あったかみってね、植物とか木とか、あとは太陽光とかね、あ、すごいサンサンと入ってくるガラス張りみたいな感じのカフェとかも、まあ、あるんだけど、うちカフェでそれをまあ再現しようと思うとなかなか難しいからさ、まあ、大体まあこういうのをね本当に吊るすっていうのが一番の近道になるかなと思うんですけれども、今日はですね、こいつらを、吊るす場所をもうちょっと考えたいなと思いまして。というのもですね、この、まあ、お家、このお部屋のど真ん中にこのプラグがあるんですけど、ここしか要はね、吊るすところがないのよ。僕本当はね、この辺にね、こうぶら下げて、こうカメラに映るようにもして、こうおしゃんな感じでね、こう、ね、自慢しながらかっこよくやりたいのよ。だけどどうにもこうにもここ以外には動かせないので、ちょっと解決策としてダクトレールというやつを買いました。それがねこちらでございますよ。結構大きいんですよ、これ 1.5 メートルあるんですよ。結構この手のね自分で付けられるタイプのダクトレールって売ってるんですけど、大体まあ1メートルとか 1.2 メートルで、 1.5 メートルが多分探した中で本当に最大のもの。ここ以上になると免許とか、まあ、資格持った本当に業者の人に、やってもらう、もう本当に工事をしてもらうって感じになるんだけど、 1.5 メートルまでであれば資格がなくても本当に個人で自分の部屋に付けられるんですよ。ほらこういうの見たことないですか、おしゃれなねカフェの天井とかにこれがあってのこう吊るしてあるランプが、まあそれをね今回はうちに導入しようということで、まあ、早速つけていきたいと思います。はい、じゃあ登るよ。よいしょ、おっと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 。とりあえずこの今つけてあるペンダントライトを外します。繊細なやつなんでね、そーっと。よし、でこのうちのハンガー付き引っ掛けシーリングっていうタイプの場合は特に天井に穴を開けたりする必要はないようですね。見えますかね、ここの耳みたいなところ2つに、ちっちゃいネジをねじ込むらしいです。お、入った入った。よし、でこれほんと天井のシーリングのタイプによっては、穴を開けなきゃいけないね場合もあるそうなんで、そこは必ず、チェックをしてみてください。でそしたら、これか、これを今はめ込んだネジに引っ掛けてスライドさせて、はい、落ちないようにします。そしたらもうこのネジは完全に固定してしまって、うん、完璧に固定できました。そしたらでもこれつけるだけですよ。ここに、金具があるんでかぶせて、あ、どこよ、あ、違う、あ、先にこれだ、これ危ないよね、これをつなげないと、プラグをね、くっつける。よいしょ、はい、つながりました。こうしてからこの金具をはめ込みますと。よし、うん、よし、うん、これ結構腕疲れるね。女性の場合はちょっと男性にやってもらった方がいいかもしれない。よいしょ、結構な重労働。
よいしょ。あ、でもね、まあ、取り付け自体は本当に簡単ですよ。あ、ついたついた。よし、完璧かな。お、いいじゃんいいじゃん。で、これ位置を調整して、まあ、これね、くるくる回るらしいんで、自分の好きな位置でね。で、持って、両方のアジャスターを、まあ、これも突っ張り棒の原理ですね。回転させて、天井にちゃんとバランスよく貼り付けようにします。意外にこれ天井ってね、まっすぐじゃなかったりしますから。よし、OK。 ほら、どうよ、なかなかのもんじゃない？なんか一気にカフェっぽくなったの。これだけでもおしゃれ部屋に一歩近づいた気がする。よし、じゃあとどめを刺していこう。あ、違う、これの前にこういったダクトレールに対応していない、ライトを対応させるためのこのかませるアダプターがあるんですよ。このダクトレール用プラグというものを組み込んでですね。よいしょ。ん？あ、間違えた、ごめん。先にね、こっちにつけるんだ。こっちの先端にこのプラグをかませて、あ、くっつきましたね。で、さらにつけたい場所に入れ込んで、時計回りに回す。ほんと？ほんとに？ほんとに割れない？これ大丈夫？あー、怖え。あやめてよ、マジでやばい音したって。大丈夫かよ。あー、よし、オッケーオッケー、いけるね。あ、お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 、ついてるついてる。お、あー、なるほどね。ここでもオンオフができると。で、部屋のスイッチとかでも、全然ね、できるっていうことですね。まあ、基本はそっちになるんでしょうけど、まあ、使わないときは完全にオフにしておくこともできると。よし、じゃあこのままもう一個つけていこう。やっぱあんまりつけすぎるとね、ごちゃごちゃしちゃうから、まあ、本当はね、一つにする予定ですけど、とりあえず、いっぱいつけたらどんな感じになるのか、やってみよう。よし、もういいや、せっかくだからね、もううちにあるもの全部かき集めて全部つけてしまえ。おおおお、いったいった。あれ、よいしょ。すげえ、おしゃれすぎる。突然おしゃれになったな。突然カフェになったな。まぁ、ちょっとこの辺壁紙がね、ちぐはぐなんですけど。おぉ。なんだこれは。完全に、うちカフェだろ。ペンダントライトもね、いろんなまあ種類がありまして、メーカーも、形も、模様みたいなものも。個人的にはね、このクラックってやつが気に入ってるんだけど、楽天市場でね、全部揃えたやつで。このバブルも、このクリアも、まあ全部いいですね。やっぱこういうね、おしゃんなアホなものをね、うちに導入しようってなると、なかなか個人の家では難しいのかなって思うところもあるんですけれども、まあ、こういったね、カバーしてくれるものがいくつか出ているんで、やろうと思えば結構いろんなことができてしまう。今ほんと便利ですね、通販があるから。で、あと細かいこと言うと、このランプの中の電球、 LED 電球に関してもね、あまりにもこう強すぎるものを使ってしまうと本当に光光と光って、逆におしゃれじゃないんで、いくつかね、試してみたんですけど、これ一番ちっちゃいやつ、確か1ワットだったかな、本当にちっちゃいちっちゃいやつをね、Amazon で探して、つけてみまして、はい、まあ、こんな感じでいい感じになりました。やっぱりカメラで映っているのと、自分で肉眼で見ているのってちょっと違ってくるんで、まあ、少し違うかなとは思うんですけど、本当に柔らかい感じで、部屋の電気を消すとね、まあ大体こんな感じですね。ちょっとこれだけだとあまりにも暗いから、まあ、1個くらい間接照明をね、つけたらまあいい感じの雰囲気になるんじゃないでしょうか。まあ、さっきも話しましたけど、僕本当に青白い光とか、あと強い光っていうのがすごく苦手で、前の家でも一回ね、白い光の状態でこうちっちゃいものとかやってみたんですけど、やっぱちょっと違うんだよね。なんかこういう温かみがあるやつの方がちょっと光量が少なくても、結構なんかね、そう、部屋全体薄く暗くてもなんか過ごせるんですよね。青白いとね、ただ単に、ちっちゃい光、少ない光、薄っ暗いっていうイメージがついちゃうって個人的にはまあちょっと思いました。目安としてはまあ 3000 ケルビン前後ですね。それ以上になってくると、まあだんだん乳白色とか、まあ、青白い光に近づいていくような感じですね。はい、とまあそんなわけでね、こんな感じで最終的に、置いてみましたが、いかがでしょうか。まあ最終調整とかね、したりとか、あともしかしたら後ろの間接照明と干渉しちゃうから、こっちを消して、別な光源でちょっと明るくして、こういう形もまあありかなと思ったりとか、まあ、今後ね、いろいろやりはあると思いますんで、楽しんでいきたいと思います。
いや満足、うん、すごく満足思った以上によくできた。やっぱ光一つでね、空間って変わるからね。このライト見ながらもうコーヒー飲めるよもうちょっと飲むか。いやちょっと今日くらいはね、本当いい気になっていいと思うんだよマジでいただきます。おおおうま。あーあーめっちゃいい時間。コーヒータイムにね、こう雰囲気ってすごく大事ですよ。自分をこう楽しませるというかね、本当に安らげる空間を作る、まあ一つのアイテムとして、よかった、本当に。満足。はい、というわけで、今日のカスマックスの、コーヒーワールドでございました。まあ最後にね、無理やりコーヒー要素持ってきましたが。まあ、ほとんどね、これで、うちカフェ空間、まあ、できたと思うんで、まあ、ちょっと調整はしていきますけれども、こんな感じで、今後やっていきたいと思います。はい、というわけで、今後もよろしくお願いします。はい。それではまた次回、お会いしましょう。じゃあね。はい。今ね、しばらくちょっといじってみたんですけど、やっぱね、ちょっと、置くの難しいかな、これ。このカメラアングルに収めようとすると、むしろね、こっちの方がちょっとおしゃんで持って、こう、うん、なんかさっきまでの方はね良かった気がする多分ちょっとね光源がいろいろあってごちゃごちゃしてるんですよ。だからここに映さないようにするわ。はい、こんな感じでいかがでございましょう。うん、こっちからはほら見えない感じでちょっとねなんかカフェっぽくないこっちの方はどうかな。でもとりあえずこれ以上はまあ本当においおいでやっていきます。とりあえず今日はここまで。はい、長くなりましたがありがとうございました。はい、じゃあね。